どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、皆さんもうご存知の通りサーモンランをですねやっていくわけなんですけれども、今回からねサーモンランの攻略動画といいますか、バイトを成功させるちょっとしたコツみたいなのをねチャップ流にはなるんですが皆さんに伝えていけたらなと思ってね動画を撮っておる次第でございます。なのでこれからね上げていく動画をね、サーモンランの動画を見ていただいて、サーモンランが少しでもね成功することを僕は心から願っておりますと。そして素晴らしい鮭ライフを僕の動画でまあちょっとでもプラスになってですね送れるように願っておりますということなんですよ。ただですね、さっきも言ったんですけれども、あくまで僕流チャップ流だし、僕はねサーモンランのプロでも何でもないんで、そんなね素人の僕がこうすればクリアしやすいとかね、ありがたいなって、こうしてくれてありがたいなっていうのをまあ主に伝えていけたらなとは思っておるという、まあサーモンランの今回動画オープニングトークみたいになっております。でちょっとずついろんなサーモンランの動画を撮りつつ、皆さんにいろいろ僕の知識をすべてねお伝えしていきたいと思うので、皆さんサーモンランのお勉強していきましょう。レッツスタディってやつですよ。ちょっと英語でカッコつけるっていうあるあるですね、日本人あるある。はい、では今回のお題はですね、ちょっとした壁を塗る、とりあえず壁を塗れというのを皆さんにお伝えしていきたいと思います。もうほんま大事なんですよ。壁を塗ることによってカゴまでの距離が短縮されて納品のスピードが上がったり、緊急脱出用にも使えますから、このウェーブが始まる10秒までにこういういろんな壁をこうやって塗れるんですよ。塗りするわけですね。そうすることによってもういろいろメリットがあるんで、とりあえず壁を塗りまくってください。ここでね、借金に襲われた時ともこう逃げれますから、もちろんね自分が逃げやすくなるのもあるんですけれども、味方の人がねピンチの時にも役立つんで、まあ、自分のためだけじゃないと、味方の人も自分も全員が楽しくなる、ハッピーに立ち回りやすくなるという、まあ、計画ですね。完璧ですね。ターンも一瞬で倒せましたほら、こういう微妙なダンスね、こんな短いところもね詰まったりして、こうシュッて登れたりするんで、こういうとこ大事で、時知らずは特に僕が今パンパンやってるとことかも大事ですね。でこんな説明してたらちょっと周りの鮭が見えなくなって危なそうなんで、ちょっとそこも見ていかなあかんまあとりあえず壁を塗ってください。ほんで自分にナイスをしてください。壁を塗るの本当大事ですからね。納品するスピードも上がるし、自分とか味方の人がデスしにくくなる、緊急脱出用に使うんで、ほらこういうとこもこうやってシュッて登れるんで、こういう微妙な段差もねうまいことしてください。そしたら完璧でございますからね。ちょっと爆弾倒しましょうか。この人の頭をハッピーセットにしましょう。あ、ナイスですね。素晴らしい。いいですね。絶好調。もうこれだけですかね。とりあえず壁を塗ることが超大事というのを分かってください。いや、本当にこれは、まあ多分まあ皆さん知ってるかな知ってると思うんですけど、もうほんまとりあえず壁を塗ってください。これちょっとしたね。これ見てください。この三角形の、この微妙な段差。この微妙なとこも、まあ塗れるんやったら、まあ、暇な時とか、ウェーブが始まっても暇な時とかに塗ってあげたりね、するのもいいと思います。このウェーブ始まったらさ、モグラとかがね、通ったりさ、したら塗れられちゃうんでね、壁とか塗られちゃうんで、それを気づいたらもうすぐに塗り返すと、塗られたら塗り返せ、鮭返しだっていうのをね、やっていただければと思います。こういうとこほら、塗られてるでしょ、ほら、緑とかなってませんやん。そういう時をウェーブ中に見ながらも塗るという、とりあえず壁を塗れ、もうそれだけ、シンプルでしょ。でこのウェーブ始まるまでにほら、こういうとこ塗られてません、こういうとこをきれいにして、ほら塗りして、ほら塗られてるとこをこうやって塗っとくと、そしたらすごい役立つ。ほらこういうとことこね、こういうとこも、え、こんなとこ塗る必要あるみたいなとこも塗っといたらいいですから、この三角形の微妙なとことか本当に変わってくるんでね、これは鉄板ナイスですね。でここやってタワー、あ、タワーもナイスですね素晴らしい連携感でございます。まあ、僕は塗れということを、壁を塗れということをまあお伝えできたので、まあ、あとは適当にシューってやりましょう。そしたらクリアできると思う。ナイスですね。これボールドマンカー届くんか、これボールドマンカー届かない、ごめん。うわ、ヘビだよこれ一回ちょっと下がって、あれやな、頭爆発くんをこっちのカゴのとこに引きつけましょうか。はい、ナイスでございます。もうみんな大好きボールドマンカーですからね。もう紙武器も今引いてますから、めちゃくちゃインフィニティな力出ると思う。ほんま申し訳ない、ボールドマーカーちょっと頭がちょっと届かなくて、ほんまごめんなさいちょっと届くんですけどね、革新的なダメージを与えられなくて誠にすいませんということで、ごめんなさい、ナイス押してみましょう。一応タワーを落としてあげたいけど、さっきヘビ落として納品する前にタワーをシュッていきましょうか。加速したな今ちょっとやばいタワー倒したいけど、えらいことになってんな。これでも倒せるか、あ、そんな自分ないですよな。おお、ちょっと待ってくれ、無理、お好み焼き鉄板アタックに挟まれましたね
今お好み焼きが鉄板でひっくり返される気持ちを僕は味わいましたよ。ナイスボム、ナイスボム焼き、あ、いいね一瞬見失ってびっくりしましたが、まあちょっと傘の人がやられてるのか、まあ、この人倒しといて傘の人を僕が助けるナイス、いいボムですね。さあもうあとは納品シャント逃げとこうかな。この辺ぬり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 して、はい、ナイスでございます。いい感じですね。ほんまにもう一回言っとくか、壁塗ったら自分のためだけじゃない、これ大事ですね。味方の他のメンバーのためにも役立つので、そこをしっかり覚えていただければと思います。こう綺麗にね、まあ、なるべくもうほら今とか絶対シャケ来ないで暇なんで、この暇の時はきっちり綺麗に塗ると。ほんでウェーブが始まったら、まあ、気づいたらね、あの余裕があったら壁、緑色に塗られてたらまた青色にね塗り返してあげるという、そういうパターンもねありでございます。ちょっと鉄板止めるの早かったかな、大丈夫かな、あ、肩パッといてくれてるのかな。じゃあここで一回パンクさせまして、でお尻を一緒に打つ、あーもう完璧ですね、ただの天才やあ、ちょっとしゃくれはやばいんですよ、もうしゃくれのこのしゃくれ力だけはちょっとどうにもできないんで、肩パッと落としてタワー行きたいんですけども、この横綱のパワーがやばすぎてこちらみんなに当たってえぐいことになってますやん。これしっかり倒してナイスでございますね。ちょっと横綱がやばすぎるんですよ、この主婦の鉄板が。このビッグ鉄板に当たったらもう一撃でも耐えられへんから、あ、ほらこういうとこね、塗られたら塗り返すと、気づいて塗れそうやったらまた塗り返してあげると。ちょっと待って、肩パッド入れる位置ミスった、すいません今の倒せたらミスキャットや。ちょっと噛みかけましたけど、ここが確実にシュッてカカカカカってなったけど、カカカカのカノカノカノカンナンカンケー言うてでこれ鉄板ちょっと倒してあげないと、皆さんが大変そうになるんで倒していくというね、こんな感じでございます。あ、ほんであれやな、サーモンランしょっぱないから忘れたけど、僕着地溜まってんな、ここにちょっと使っちゃおうかなまちょっと役に立ったかな、着地はもう最強やから、もうシンプルイザチャップということでございますかね。まあ一応余裕でクリアできてるんで、まあこの辺見ながらぬり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 して自分にナイスいっていきましょうか。でこのお天気キャスターを跳ね返して、で肩パッドですね、肩幅が広するんですよ、めちゃかむけど、これもうチョコプラやん、チョコプラさんっていう名前にするわ、長田さんでもう今日からチョコプラさんっていう名前をさせてみましょう。アイウェーブ3クリアと、これもカチャ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 カってなるぐらいでしょ、もう壁を塗ることで成功するというわけです。はい、ということで引き続きサーモンラー2バイト目やっていきましょうか。最初はこの辺壁を塗り塗り塗り塗る、この細かいとこはあれかな、後でいいかな、まあ、最初このウェーブ時間ないんで、広い面積のとこから塗るようにしたいと思います。ほんで満潮に気をつけてください、もうこういうことになるからありがとうございます。ガタガタダサかった、ほんまシンプルに。ごめん、チャップや。ちょっとやばいやばい。あ、光チャップになってますね。まあでも大丈夫でしょう。みんなの力を合わせれば、まあこんなもんでございます。はい、ナイスでございまーすと。まあ満潮なんで、まあまあまあ大丈夫でしょう。グリルの猛攻がエグすぎて、みんながパラパラのチャーハンにされてますね。とりあえずこの子だけ倒しておきたいな。ナイスナイスナイス。で、誰が狙われてるのか。僕ではないのか。僕ではないけど、ちょっとインク管理が。お、ちょっとやばいやばい。追ってもだ追ってもだ。怖い怖い。あ、ここ来ないで。ここ来ないで。すごい怖い。すごい怖いから来ないで。めちゃくちゃ怖いチャップなんですよ。ほんで、こっちが。まあ、僕この辺に逃げといていいかな。よし、いいぞいいぞ。みんな。いい感じですね。ほんまシンプルにいい感じや。こちゃけがやばいね。これ最強のエリート軍団ですからね。いや、幼稚園児やと思ってたらほんまに超エリート幼稚園児やったみたいな、そんな感じのノリやと思っていただければ。僕狙われてないのこれ。怖いな。あ、見事な人が。落ちちゃっぷなってるぞ。ほんまがポーンってできへんか。ポーンって。ポン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 って。ポーンって。ポンポンポンできた。ポーンできた。ジェットパック使ってもいいですね。やばなったらジェットパック使いましょう。まあ今はなんとなく大丈夫かな。なんとなくのノリで多分、ほら、皆さんの連携感があるんで、とりあえずなんかナイス教えたら一個すると思う。そんな気がする。お尻パン、お尻パン、あ、お尻パンなかなかできへんかった。まあ、とりあえずこの人お尻パンして、で、この人もお尻パンは？お尻パン、オッケー、グリルチキン、若鶏のグリルチキンお尻パンですね。ガストのメニューにありそうな敵の名前やな。若鶏のグリーン、なんか何？香り、香ばしい。バジルのソースを添えてみたいなの使います？お腹すく敵やな。この辺で遊んどこうか最後。ナイス。シンプルにこせましたね。小酒がやばいんですよ、もう幼稚園児たちが。お迎えの時間かな。あんだけ群れられてたらもうどうもできへんで。恐ろしいパワー見せつけられましたけれども、次スプラマニューバーで、このウェーブの開始間にここ塗り塗り塗り、あ、こことか塗れてないでしょ。これでシューって塗って登れるようにしとくという。あ、ほんで裏でございますね。わかりました、ナイスでございます。行きます行きます。で、何これ、あ、ドスコイラッシュか。まあ、味方の人が2人乗ってくれてるんで、まあ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 、お相撲さんのあれでしょ、
張り大会でしょ、これ。これ突っ張り大会をどうやっていかにこう制するかみたいな。これがパパパパーンって一緒に行きましょう。パパパパーン、パンパンパーン言うとこ。そしたらクリアできるんじゃないか。これシューってね、これシューってね、シューって、ナイス、ありがとうございますと。まあ、18個なんで、まあ、適当にヒューってやってたらいけんちゃいますかね。これ、右に入れて、惜しい、僕、入れられへん、減った。なんてことは、パンナコタでしたね。まあでも、多分、大砲乗ってる方が倒してくれるというパターンになると思うので、あー、ナイスですね。僕、ボンボン入ったんかな。あ、入ったんや。よかった。自分ナイスしとこう。今日、なかなかいい方してますね。で、蛇のこのしゃくれ番長も倒させていただいて、で、ここ入れて、あ、タワーがいますね。タワー撃ってくれるかな。あ、モグラさん、お腹いっぱいにしとこ。さっきこの人お腹いっぱいにしとく。はい、お食事どうぞと。このモグラダイエットする気ないんでね。あ、これ別に僕が箱までもよかったな。はい、鉄板止めときます。これ撃ってくれそうですね。これもナイス押しておきましょう。完璧です。あ、でもちょっと近すぎて無理のパターンやったかもしれませんね。あ、モグラの人が、はい、ごちそうさまでしたと。すぐお腹すくから、ほんまに。365日お腹空いてますからね。さすがフードファイターでございます。ほんで、なんか頭爆発くんもおるしね。めちゃくちゃてんやわんやしてるよ。でもお天気キャスターね。天気予報ほぼめちゃくちゃ噛むけど。天気予報ほぼ雨しか言わん雨フラシさんがいますね。コウモリやったかな、正式名称はね。爆弾投げてナイスして終わりにしましょう。あ、マリウスや、自分にナイス忘れてた。ギリギリ滑り込みセーフですね。順調でございます。そして R ブラスエリート。あ、これまた満潮でもないか。ここ多分濡れてなかったと思うんで、この辺も一応塗っておきましょう。いや、ほんま意味あるのって思うかもしれんけど、この暇な時間に塗る、これ本当にね、ほんまに塗ってるか塗ってないか。あ、この人もナイスですね、来てくれてますね。全然違うんで、ほんまにもう絶対って言ってるかな。暇な時は塗るようにしましょう。手空いてるときはガンガン塗っていきましょうね。神奈川賞がいただきまされました。あれがまあフードファイターの力ですよ。もう半端ないから、油断したらやばいから。まあ、これちょっとタワー、僕がこのブラスターの強みを生かして、パン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 、やば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 そうやー言うて。やられそうでしたね。もう鉄板がやばいんですよね、ほんまに。あ、ナイスですね。これどうですか、この辺で良かったですか、お尻のポジションは。これ自分で倒そうか、ナイス押して自分で倒そう。ほんで、あ、タワー行ってくれてる、ナイスナイスナイス、やばい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 、ぶんねえ。溺れさせられてやばかったですね。ちょ待って、メロンソーダのドリンクバーめちゃくちゃ出てない。お風呂使ってますからね。メロンソーダのお風呂入っているんですよ、あの人。メロンソーダマジックをね、ぶちかましてくるんで。ちょ待って、メロンソーダ率ほんまに高いんだけど、やばやばくない、メロンソーダ率。ヘッドパックでもいってもいいけど、あ、この射程見て、この射程、安心安定の射程。あ、やられた。シンプルにちっちゃいフルーパンでね、どつかれて終わってしまいましたね。 Help me! ありがとう、oh, Thank you very much! 言って、ちょっとやばいやばいやばい、ちょっとやばいやばい。リスキルか。生き返った瞬間溺れて無理やったって。ナイスでございます。結局ジェットパック使わんかったけど、ジェットパック使ってもよかったですね。使おうと思った瞬間ですって、もう悲しい気持ちになりましたよ。最後、お天気キャスター、雨降らし、洗濯物を湿らす匂いキラーを倒しといて、はい、ナイスですよ。あー、本日もいいバイトリオビールじゃん。噛みますけれども。まあ、とりあえず、皆さんに言いたかった、まあ、ちょっとしたコツ、壁を塗るようにしようという、どのステージでも一緒なんで、なるべく壁を塗って登れるようにしてあげると、生存確率が全然違ってくると思うので、皆さん、塗りの方をしっかりとしてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。